若手人気女優の高畑充希28と長野メイク20が芸能人共演 NG リスト入りしたとの話が浮上した仲がいいと聞いていたんですがドラマの共演 NG と聞いてびっくりです確かに高畑と長野はバラエティ番組での共演しかないんです芸能プロ関係者、今回の NG は、 高畑サイドからの要望が反映されているといわれているこの理由について坂口健太郎をめぐる三角関係が原因なのではと推測するのはバラエティ番組から引っ張りだこになっている売れっ子の放送作家だ坂口と高畑が交際し結婚病読みなのは有名な話これまで何度も破局説が報じられながらも実は交際を続け 今も半導状態と言われているんです。実はそんな高畑を唯一焼きもきさせる存在が長野坂口は長野のことを妹と公言しプライベートでも食事に行く中映画「俺物語」2015年で初共演したんですがさらに一昨年には野村証券の CM でも共演しているどうやらそうした関係に高畑が一方的に不安になっていたというんです 前出の放送作家事実業界関係者の間ではある噂が飛び交っているのだ坂口と長野がいい雰囲気だというんです一時期坂口と高畑が破局したと言われた時も長野が絡んでいるのではなんて話が出たくらいどうそんな高畑の疑念を加速させたのが3月に公開された映画仮面病棟だ 坂口が映画単独初主演を務めヒロインに長野が出演する話題作だったが映画の PR のため2人は一緒にいる時間がかなり長かったそんな状況にはさすがに高畑の心中も穏やかじゃなかったみたいですね今回の NG リストはそういう事情から出てきたんじゃないかと言われていますどう果たしてこの2人の雪解けはあるのか